こんにちは、歌一郎です。前回からですね、デザートチャイルドというゲームを、やっておりまして、今日はその続きです。なんか地球が、住みにくくなった近未来、近未来なのかな、結構未来なのかもしれないですけど、そういう世界で、ホバーバイクを使ったレースでお金を稼いで、火星への最終切符を手に入れるっていうような、流れが前回ありました。結構レースがですね、僕には難しくて、あれこれでいいのかなっていう思いながら、なんとかやってました。で、最後の方に、500ドルだったかな、お金がやっと貯まって、火星に着くというところまでで前回は終わっていました。はい。そんな感じで、やっていこうかと思います。めっちゃ雨降ってる。コンティニュー。ハーバード。あれ？これなんか英語になってるかな？あれ？あ、なってないか。これなんだ？あ。え？これ何？あ、この船に乗ってんだ。なんだろう、これ。豆カレーはいかがですか？僕今いくら持って、175ドル。そっか、今20、28%お腹が空いてるんですね。なんかいろいろある。これは何でしょう？いつ銃が、なんだ？なんて書いてある？キャッシュ。ディフィカルティ。難しさがこれ3。これ、こういうのは確か今装着してたかな。ハンバッカーズショットガン。これは難しいのか。一番難しさ1にしてみようか。あれ？待って待って。選べないのか。大量に買っておくといいぜ、だって。あれ？買えない。なんでだろう。今は買えないってことなのかな。 A ボタンを押しても買えないですね。なんでだろう。とりあえず戻るか。これは何だろう。豆プリン。あれ、あの人誰？あの人。特に、あ、話せるわけじゃないんだ。これも話せなかったでしょ？あ、これ以上はいけない感じだ。動ける範囲は決まってるっぽいですね。あれ、なんか向こう側から来る人たちはあんま関係ないのかな。こっから右。あれ？なんだこれ。ノースショアって書いてあるね。ノースショア。北の海岸ってこと？なんて書いてある？ニューバイクパート。あ、バイクパーツですね。
ピザのデリバリーをしろ。固定給45。あ、これなんかバイトができるってことなのかな。ていうかここ火星なんだよね。人生のアドバイスが欲しいか。プリンスっていう名前の名のロボット、火星銀行にようこそ。利圧ん？と取り、あ、預貯金とか、年金とか書いてある。信用調査、住宅保険、企業会計、そしてタロット占いもしてんだ。どれかを選ぶか、6を押して。6。利益は1日で 3%。 預ける。ちょっとなんだろう、何ができるのかがいまいちわかんない。センターリンクブリッジ。え、何ここ。フェイスチューター、あ、レイスチューターか。個人指導 A レーサーになりて、教えてくれ。マーティックグランプリ、史上最大のレース、エントリー、1万ドルか。誰だこの人。話せるわけじゃないんだね。メカビーチかな。ここでは何ができるんだろう。なんかこう操作がもっさりというか、なんていうんですかね、ゆっくりな感じですね。タバコ、死亡リスクありだって。ウーフーフレッシュガム、シナモンパン。どうしよう。シナモンパンってどんな感じだろう。あ、空腹感をとりあえず、あれ？これだけじゃ、あ、なんかすごい使っちゃったお金。あのパンだけじゃあんまりお腹が満たされないのかな。アリブランディレイン、レースだって。メカビーチレース、一回レースするか。すごい遅い、ぶつかってばっかり。なく買った。F ランク。バイクダメージか。バイクダメージどこで直せんだろうこれ。愛しのバイク。各パーツにパワーをジャンクションさせることで効果アップ。パワーをジャンクション。パーツをバッテリーに接続する。一つでトータルパワーがプラス1になる。リフト上、
これでいいのかな。分かんないやり方が。パーツをバッテリーに接続する。これいいのかな。弾丸の大きさと装填数をアップ。これどうやんのか。レースでバイクにこれをつけておけば、ランティカが食事を割引してくれる。あ、これなんかパズル的なことだったのかな。あ、多分こっちに先に行くべきだったのか。ドロシーストリートラピッツァ。え？あ、ラピッツァじゃない。ラピアッツァか。どうした？今日はどこが壊れたんだ？修理 20% で45。キャッシュ130しかないのか。完全に直してもらうか、とりあえず。あと20ドルしかなくなっちゃった。これなんだろう。パワーセルを売却。この先は何？ファイアレスヒル。なんか意外にいろいろ見るところがある。あれ？こっち？ナイトライフディストリクト。あ、なんかすごいちっちゃくなっちゃった。スナック欲しいかい？まあいい、今はいいか。八百長しろ。1位を保って最後に負けろ。マーズバンクをハッキングしろ。ああ。気をそらせ。明日には全て収まっているだろう。飲むとするか。ああ、なんかちょっと裏の取引というか、八百長をして、なんかお金を稼いだり、銀行をハッキングしたり。とりあえず出るか。キャナルズ。こっちは何だろう。ビーンマーケット。なんか全然街の配置が分かんないな。あ、これ戻ってきてんのかな。ラピアッツァ。あれ、大統領新聞買わないか。ハーバー。あ、こっちに来ちゃった、また。で、ビーンマーケット。愛しのバイク。シーストリートで、これは、ああ、そっか、パワーセル売却。あ、そっか、パワーセルって僕持ってんだな。はい。あ、これでお金ちょっと稼げたな。もう一回、とりあえずレースに行くかね。レースはどこだっけ。あれ、こっちじゃない。こっちか。よし。あれ、なんか打てない。あ、打てた。
ああ、負けた。エフラン。おい。この子が14。トロシーストリートで、まだいいか。パワーセルは取れなかったのか。もう一回レースしようかな。あれ、こっちでいいのかな。バイチョックボム。ん？何これ？どうも。どうもだって。あ、なんか買っちゃった。あれ？何？あ、音楽か。レコードってことですね。なんか、あ、面白い。あ、コーネリアスじゃん。あれ？違う？このジャケはコーネリアスなんだけどな。これは何だろう。メガラン。これはカセットテープかね。 Hello and welcome back. The elites are all about transcendence and living forever. Where do you come from? これ買っちゃおうか。これなんか音楽売って設定、あ、音楽選べたりはしないのか。ああ、負けたか。バイクダメージマイナス8。あ、なんか D ランクになった。ダメージ22か。これにするか。セル1個。なんか稼いだ分だけやっぱ修理に消えてっちゃうんだよな。
うしようかな。こっちに戻るか。ビーンマーケット。あ、戻ってきちゃったか。どこに行こう。これはなんだ、銃を試してみようか。うわ、なんだこれ、すごい。これはなんだ、試し？シミュレーションなのかな。ラボに戻るとするか。あ、やっぱ普通にダメージ受けちゃってんだ。あ、でもなんかお金が増えてるね。なんかあそこの方が稼げんのかもしんないな。新聞は、あ、でも新聞と後々なんか必要になるかもしんないな。おめカレーいただきましょうか。プリンも食べるか。すごい音がするね、プリン。これはなんだっけ。ああ、あれ、今変えちゃったのかな。前回はお金がなかったから買えなかっただけだったのか。これなんだろう、買ってみようか。消えない宇宙の愛。先月あったとされている地球外生命体 ET との人的コミュニケーションの詳細が NASA より発表されたニューオリンピアスペースアカデミーでの講演の際に、ディレクターのテッド・ナグ氏は、ET から受け取った情報はわずかながら興味深いものだったとしながらも、隣人は我々よりもかなり進化が遅れていることが分かり、個人的にはがっかりしていると話した。そうなんだ。もう一回レース行く。あの試し打ちっていうのもう一回やってみようか。あれ、ハーバー、あれハーバー行きちゃった。試し打ちってどこだったっけね。インマーケットで、あ、これじゃないな。これはなんだっけ。あ、ストーン豆。あれ、ここ初めて来たね。一日の大切な栄養分がいっぱい。お豆って本当人間みたいだよな。ちゃんと受け入れないと大ごとになる。それでも大事な世界の栄養分。あ、食べちゃった。お前サッカー好きか。息子がサッカー大好きなんだ。いつもね、パパサッカーしようってな。でも俺はダメだ、友達とやれってな。はははガキども、いつもサッカーを豆に
フレイ。おダシャレ。あれ、ファックエイリアンズって書いてある。俺ここでもあれだよね、火星なんだよねってさっきも言ったけど、こうなる。ナイトライフ、これナイトライフ、さっきのなんかイカ様みたいなやってみる。これか、あれどっちだっけ。八百長しろ、人生はビジネス、まあとにかくビジネスをしようか。これやってみるか。ルーズ、とりあえず負けるんだって。負けるのは負けるので大変なのかな。あ、やばい、負け、あ、勝ってしまった。これはまずいぜ。で、どないしょう。怒られるんだろうな。全然相手が来てくんなかったんだよね。普通にもう一回レースしようかな。あそこ戻ったらなんか大変なことになるんだろうか。かなりポンコツになっちゃったな。もう一回ぐらいレースできるかも。さっきのあの取引した相手が気になりますね。
317。でもダメージ、67か。すごい煙出てるけど、もう一回行ってみるか。加速が難しくなってきてる。さすがに直しましょう。110。パワーセル4つありますね。よし、じゃあこれなんだろう、スナックか。やばいスナックだったのかな。あ、ハンガー100になっちゃった。ちょっと待って、あの、なんだろう、新鮮な魚。あ、どうなった。あ、すごい、ハンガー25。もう一個、ラーメンだ。一杯食べよう。OK。あれ、ここって初めて来たのかな。ちょっと待ってよ。ラーメン屋なんかさっきあったっけ。さっき八百長失敗した人。人生はビジネスそのもの。そのビジネスがなんたらかんたら。あ、でもなんか八百長失敗しちゃったけど大丈夫だったのか。ハッキングっていうのはどうするんだろう。え、あれどうするんだろう。ただのレース。え、どうするんだろう。なんか Windows みたいなマークを叩かなきゃいけないのかな。あれ、なんかあの大きい船みたいなやつに触ると銃が装填されましたね。うーんだね、うーん。あ、全然、ん？集めたキャッシュ。なんだろう、何を集めればよかったのかな。あの、やっぱ Windows マークを叩くっていうのが正しいのかな。なんかいろいろわからんな。
回行ってみるか、ナイトライフ。1位を保って最後に負けろ。ダメだ、今おとなしくしよう。6日待ち。サイドブーストで他のマシンにダメージを与えろ。サイドブーストってなんだろう。楽勝だったな今。なんだろう。あれ何これ、バイクのパーツを盗むとかありの。年のバイク、20% は直しとくか。でもキャッシュ増えてるね。パワーセルがあった。よし。ナイトライフ。ナイトライフのところは割と稼げるのかもね、普通にやれば。気をそらせ。八百長しろ、もう一回やってみよっか。ないといけないのな。柱とかにぶつかっていって、とりあえず負けはしたけど、この負け方でいいんだろうか。よくやってくれたぜ。お、あ、なんかお金入ってる。ハンガー。とりあえずそうだよね、1万ドル稼がなきゃいけないんだもんね。バイク、ブロシーストリート、で、ほんでバイクパーツ、バイクパーツ一回買ってみよっか。ニューバイクパーツ、スターなんたら、バイクこれを買ったんだね。テレビを破壊した時の金のドロップ量をアップ。こういうこと。これをここに置いてみればいいのかな。あれ、やっぱこれ
ここには置けないもんね。これを、これ置き直すことできないのかね。あ、置き直せないのか。これ、あ、これでいいのかな。これを、OK、これで、あ、でも、あれ一回取っちゃうともう置けないのかな、置き直せないのかな。あ、置ける。これで、これはいいのかな。パワーセル。テレビを破壊し、ん？リット状のパーツはパワーセルを使っているバッテリーに要接続。弾丸の大きさと装填数をアップ。あ、取っちゃった。あ、でもここにしか置けない。あ、こっちにしとくか。これは、あ、でもこれだと置けないね。こうしたいか。これをここに置いて、で、合ってんのかな？よくわかんないね。これはもう使えないのかな？合わせるジャンクションか。あれ、でもやっぱりパワーセル、各パーツにパワーをジャンクション、パワーをジャンクション、ああ、パワーをジャンクション、こういうふうにとりあえず設置してればいいのかな。これはなんか使えなくなっちゃったな。これ置けないね。これ置けるけど意味がないんだろうか。これわかんないな。ちょっとわかんない。リーマーケットで、そうね。え、なんかコンビニみたいのあるけど、こっちはいけないのか。もう一回レースしよっか。
パワーセルっていうのは売っちゃいけないもんなのかな。自分のパワーセルがなくなっちゃったってことなのか。なんかその辺が全然わかんないぞ。パワーセル今持ってないってことなんですね、きっとね。パワーセル、ああ、そあれ、あれ今どんくらい、ダメージすごいね。ダメージを、しよう。魚を買おう。あ、もう一回、あ、もう買えないのかな。なんか面白い猫だよね、これ。ほんで、ラーメンを買おう。しろと、おい、ワイヤレスヒール、どうしようかな。一回レースしますかね。のやつはやっぱり取っちゃいけないやつなんだな。あ、負けちゃったかな。分かった。いらないんじゃないの？テレビを破壊した時の、テレビを破壊してるんだ、いつもあれ。ちょっと待って、一回これ消して、弾丸の大きさと装填数をアップ、リッド状のパーツはパワーセルを使っているバッテリー、いまいちわかんないな。
こうは置けないでしょ。ゼロパワーセールジャンクションってなってるんだな。あ、待てよ、待てよ。この形はこうした方がいいのか。あ、ダメだ、ダメだな。これはなんかうまくいってないかじゃ。あれ違うな。パワーセルを使っているバッテリーに溶接。パーツをバッテリーに接続する。下にはめた上で押すのかな。あ、これで初めて入るんだ。あ、なんかやっとわかった。あれ、この緑の子がいないとダメってことなのか。え、あ、うん、よくわかんないけど、とりあえず何かができたって感じ。とりあえずなんかつながりました。ビーマーケット、もう一回レース行くか。大事だったんだな。なんかそこでヨガやってる人いるね。今日はダメ。明日ならチャンスあり。サイドブースト。なんかこれいまいちわからない。このステージではなんか
キーが手に入らないんだろうかな。とりあえずこう ふかしていく感じなのかな。ふかしたときに敵がダメージを受けるようにする。だなってなるんだけど、いまいち分かってない。ダメージ84来ちゃいましたね。そっか、いつもここに盗むっていうのが出てくるわけじゃないんだ。ちょっと次にバイクがあったら盗むをやってみようかな。申し訳ねえが、今パワーセルが2つある状態。そう、パワーセルもう1個ここに置くと何か別のが装着できるっていうことになるのかな。これでいいのかな。ああ、こういう、あ、でも違う、良くないのかな、この付け方は。ダメなのか。ニット状のパーツはパワーセルを使っているバッテリーに手を接続。1個しかつなげらんないってことなのかな。これ繋げ方を変えるとどうなるんだろう。こうとかでもいいの。あ、でもやっぱダメなのか。あ、ん？どうすんだろうな。こういうつなげ方しか許されないのかな。あ、これはいいんだ。なんていう、これを、まあ、1個ここに置いて、1個ここに置くとして、こうならいいのかな。あ、違うの。使うんですか。どういうことだろう。このライン上になきゃいけないってことなのかな。これを使うとすると、あ、待って、あ、これはいけるんだ。これはいけるのだけど、これとかはダメなんだよね。ああ、そっか、赤いのと緑なのが交互になってなきゃいけないってことかな。
あ、無理だね、これじゃ。結構この子はここにしか置けないよね。あ、でもそっか、1個ここに置き、あ、待って、これだとダメか。この緑っていうか点滅してるとこにしか置けないんだよね。で、これは？これではダメなのかな？あ、これでもいいんだ。おう。これをこうだとどうなの？これじゃダメなのか。でも別に食事券そんなに欲しくないんだよな。でこれも消して、欲しいとしたら、これ、お金の量か。これはどうなんだっけ。これを置いて、これはあり。これはありなんだ。で、これでもいいと。これは？これではダメなのかな？これを置いて、二つ装着するっていうのができないのかな、やっぱり。そういうことなのかな。まあいいか、とりあえずこれで。OK。今お腹が空いていると。こっちじゃなく。これでいいかな。あ、これでも全然お腹が膨れない。もうやっぱ魚の方がいいね。これでいいか。リースする？あ、何これ、ストップ。え、何これ。あ、なんか犯罪に警察に追われてるってことかな。悪いことしたっけ？八百長とかか。
ばい、捕まる。おっと、捕まったってこと？え、どういうこと？今のどういうことなんだろう。メインマーケットで、ん？あれ、あんなスケボーの人さっきからいたっけ？で今あれ、あ、そっか、さっき警察に捕まっちゃったから96ドルしかなくなっちゃったんだ。そういうことね。なるほど、警察に見つかって捕まっちゃったんですね。わかりました。じゃあ今日はこれで終わろうと思います。結構やっちゃった気がするな。なんかわからない部分がありながらそのままやってます。ではまた、失礼します。では